行くぞ、うん、せーの、パシャ。新型コロナウイルスの感染者は世界で1万人に迫る勢いで、日本経済の大きな影響も指摘されています。いや困りますよ、急に社宅を追い出されたら。じゃあどうやって暮らしていけばいいんですか。派遣切りにあったそうじゃないか。館内での寝泊まり、飲食は禁止となっております。ここ誰か住んでんじゃない。好きでも手放さないといけない時があるんだよね、人生には。